おはよう。まだ兄ちゃんも寝てるのかな。じゃあおむつ替えなきゃいけないから着替えようね。ポッくんが起きてきた。あるよ。もう油は引いたから卵入れて。寝癖が立ってるね。髪の毛がバーンって。あ。ふざけると火傷するぞ。出た。焼いたのはね、兄ちゃんが焼いてくれたよ。熱かった？気をつけて食べて。そう、兄ちゃんが作った。ありがとうって言っといて。ママがジャム食べてんの？卵は食べないの？おいしいね。はい、じゃあ保育園行ってきなさい。しゅっぱちゃんはさ、しゅっぱちゃんはパパと留守番。今日もらえたらいいな。多分よっぽど大丈夫だと思うけど。うん、はい、行ってらっしゃい。また教えて、メールで。うん、じゃあ上で YouTube 見るか。お留守番。うん、はい、おかえりなさい。結果はどうでした？あ、ついにもらったね。ポックンが帰ってきたら予定日とか言って。まだ男か女かわからんだな。さすがに性別までは。そうだな。ああ、じゃあまあボス手帳はもらったということでね。そう、あのちっぱちゃんとポックンのとデザインが変わったもんで、3年の間にこんなに変わるんだな。それあんなもん毎年変わってくよ、こういうの。大丈夫か。ママ最近これほら見て、ママ見て。きついでしょ。これはね、本当はね、これ何かわかる？赤ちゃんのやつだけ。そう、ポックンとちっぱちゃんに妹か弟ができたよ。3人目。そう、わかる？ぼっくん、赤ちゃんがもう一人来るからね。来年ってか今年ね。今年ね。赤ちゃん、何焦るパパ笑い。誰の赤ちゃん？誰の赤ちゃんの子？ママのお腹の中に今赤ちゃんがいる。そうで、ポッくんとちっぱちゃんの兄弟がお腹にいる。兄弟がもう一人増えるよ。3人になるの？うん、1、2、3。そうそう。だから誰の子供って僕の子供だよ。だからちっぱちゃんには初めて弟か妹ができるの。そう、今ママの中に、あ、痛いからさ。あ、誰かの赤ちゃん。誰かの赤ちゃん？ママの赤ちゃんね。そうだよ。誰かの赤ちゃんって？パパ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 パの赤ちゃんだけど。え？おじゃ頼むぞ。あの寝かしつけとポックンミルクあげてくれよ。オッケー。よし、任せたぞ。担当者、寝かしつけとミルクあげな。ミルク作るとか。そう、チューパちゃんはあの風呂入れてあげろ。やだじゃなくて頼むな。風呂担当とミルク担当だ。オッケー。めちゃぶり嫌な。
美味しいですか？ね、美味しいね。ポテトが好きだね。兄ちゃんもポテトが好きだね。いや、とりあえずご飯食え。食べるの？ポテト欲しいの？いや、まだあるけどさ。あのね、今パパがお風呂入ってるんだけど、ママちょっとね、一緒にお風呂に入ってあげるもんね。まだご飯食べてるの分かってるんだけど、できれば一緒に入ってほしいかな。ごめんね、一緒に入ってほしいんだ。切り上げてくれるかな？大丈夫か？まあ9時じゃね、ほじゃ寝かすか。いや、俺2人とも連れてくわ。ああ、全然ダメじゃん。はい、お二人さん寝るよ。やだじゃないよ、もういっぱい見たでしょ。ねんねころりの時間ですよ。兄ちゃん寝たって。僕寝るよ。兄ちゃん何も言ってないぞ。ダメ。あ、いいや、とりあえずほいじゃあベッドに戻りん。もう行きん、ベッド。ここやっとくから。ちょっと置いてくるわ、これ。あ、はい、じゃあ席について。キロ以上あるんだからさ、ねえ。はい、ねんねころり。はい、じゃあ寝るよ、布団かぶって。布団かぶってください。はい、ちゃんとかぶってね。いやいや、発動。はい、おやすみ。寝る。机に座った方が楽だろ。急いこれ。あんなソファーの上にあんな座っとっちゃあかんぞ。